チャメジャパン、ケイスケとユウスケとジャキとマルカとドミでーす。こういう感じでいくんじゃん。ドレミじゃなくなってるやん。マシンガンドミね。マシンガンドミで、コロナ明けはマシンガンドミでお送りしようかなと。オッケー。コロナもね、明けて一旦まず僕らもソーシャルディスタンスを守りながら一発目の動画ということで、久々にサッカーのねね、やっていきましょう。ということで今回の企画、第1回障害物サッカータイムアタック。障害物、障害物なんだよ。さあ、何かと言いますと、障害物リレーなんですけども、それサッカーバージョンでタイムを1人ずつ競っていこうということ で、まず1種目目ですね。ここでコーンが2つあります。ここでぐるぐるバット10回します。はい、はい、その後フラフラになりながらジグザグにドリブルしていきます。ドリブルですね。ああ、ドリブルね。ドリブルです。はい、はい、はい、ここから体力勝負です。いや、それきついって。タッチしてから、あっちのゴールですね。はい、タッチやとちょっと遠目でわからないんで、ぐるっと後ろ回ってください。なるほど。だって曲がってきたら、ここでこのラインの頭上でコーラを飲みます。しんどいけど、そこをね、精神力で抑えつつ炭酸を飲む。で、その後、サッカークイズをします。はい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 、あらかじめ用意しろって言われてるんですね。そうです。全3問、1人用意してもらってで、激ムズ、普通、優しいので、1人選びます、来たら。じゃあ、わぶちゃんのクイズ。はいはいはい、って言って、バブちゃんがクイズを激ムズから出していきます。で、クイズ答えれたら最後、ここからですね、ボールでバーって、あー、当てたら終わり。で、罰ゲームなんですけれども、罰ゲームはケツバットでいきます。はい、トップバッタードミノ、いいすか、順番です。で、ゆうせい、合図お願いします。いきますよ、よーい、スタート。1、2、3、4、遅いんじゃない、いける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 、いけ、ほんま、ほんま、やば、マジ、ユニフォームがまるで、ユニフォームがやば、めっちゃ遅い、めっちゃ遅いやん。いけるいける、あ、いけ、しんどい、おじさんしんどい。あっさい、しんどい、やべ。この後コーラです。一気で。うわ、しんど。いける、いける。ほぼこぼしてるやん。ほぼこぼしてるって。これも。落ちてるとも飲まない。早く早く。やばい。いきそう、いきそう、いきそう。うわ、いった。さあ、クイズ、クイズ、クイズ。いったね。まぶっちゃんクイズ、はい、激ムズから。キーパーで唯一バロンドールを取った選手は誰？オリバーカン。違うな。あいつね、ゲフオリバーカンじゃないね。次。去年からゴールキーパー版バロンドールが設立されました。初代受賞者は誰？オリバーカン。違います。オリバーカン好きすぎるやろ。日韓ワールドカップでドイツのキーパーをやったのは誰？オリバーカン。正解。よし、いけ。え？やばいやばい。最後これで終わりね。やばい。やばいやばい。あ、やばい。ボールがない。ボールがなくなっちゃう。ボールがなくなっちゃう。ああ、だ、終わり終わり終わり。タイムは、はい、2分41秒69。これが基準。これ基準。どうやってみて。正直、うん、ダッシュからのコーラ一番しんどい。やばそうよな。めっちゃ出る。一口目が入らん。入っていかない。いや、そうなんや。はい、行きましょう。それでは2番手、わぶちゃんのチャレンジです。やったるぜ。それでは行きましょう、よーい、スタート。1、2、3、早いな。4、5、バットつかないというかに。8、9、10。はい、OK、 こっち、こっち、あ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 っち、ドリブルやで、ドリブルやで、ドリブル、ドリブル、ジグザグや、ジグザグ。あ、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 戻れ、戻れ、戻れ。オッケー。あとちょっと待ってさ、そしてクイズ、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 2019年 J リーグ J1 の
ヴィッセル神戸は何位？オリバーカー。ふざけてるやん。はい、2問目J リーグ2019年得点王は誰？コール来てんぞ。なんでやガチで答えに行った結果これかい。中村俊輔の日本代表の時の背番号は10番。はい、最後最後よしよしよし、はい、終了。記録は2分台だよ。2分前半前半39。組負けた負けた。組2分41だもん。やったーやったー。39秒。2分39秒。2秒差。うわ2秒、やば。ちょっとその2秒なんとかなりません。なんなんなん。3番でじゃあ千秋準備いいですか？いいです。めちゃくちゃいい。続きまんまいよ。では、はい、いいですか？参りましょう。いきますよ。はい、よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、ドリブルドリブル。ドリブルドリブル。はい、ボールボールボール。ボール足くねるって。ほらボールボール戻れない。ダメ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 。やり直しやり直しやり直し。いけるなるなるなる。いや、喉に通らないから。俺やったらわかんないこれ。全然やらない。まだ全然やな。多分それなくなったら入った分だよ。まだ。大きさ。タイムアタック。僕のこれ大きさ大きくないぞ。え？何ミリ入ってんだろ。何ミリ出す？650ぐらいかな。早く早く。ね、タイムアタックで。そう。いいよこぼしてるって全部してるな。半分こぼしてるよ。全部こぼしてるって。こっからクイズね。そう。おいこぼしてるかよ。もうおい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 。レアルマドリード所属マルセロ選手が飼っている犬は全部で6匹います。ブルドッグ2匹、フレンチブルドッグ、ラブラドールレトリバー、ミニチュアピンサー、あと1匹は何の種類？トイプードル。はい、次。楽しそう。レアルマドリード所属で、ヒゲが生えてる選手、マルセロ選手以外で3人答えよ。カゼミロ。カゼミロ。あ、ブーブーブー、入ってない入ってない。入ってない。入ってない。パッツ。なんてやばい。はい、レアルマドリード所属、マルセロ選手の背番号は何番？知らないの？12番。はい、正解。バイバイバイ。バーバー。終了。早い。これ毎回じゃない？タイム発表します。3分35秒。くそ。巻いたとか言ってた。もう1分以上違うよ。全部こいつのせいや。関係ない。そんな150ミリぐらいしか変わんねえから。いやそうよ。はい、ということで次4番って優勢ですね。じゃあ参ります。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、どれ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 。マジやばい。もうやばいな。うわやべ。もう100はい見てるよ。あとちょっと。
健吾で、本田圭佑選手の出身校は、あ、これ簡単だ、これ簡単、星稜、正解、はい、ラストいったら、ボリル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 、クイズ答えて、あ、終わった、あ、一発、何こいつ、えぐい、2分302秒おぉ、いや、これだからポストでまくったよね、だからオッケー、で、最後ね、みんなはマジでコーラ吐いたりするけど、本気で、ね、一滴も、え、一滴もこぼさない、一滴もこぼさない、まくりとかじゃない、一気飲み、一気飲み、確かに一気飲みでスパッと一発目でクリア、マジで、あのクイズ成功したのめちゃめちゃかっこいい、全部一発で決めるわ、マジか、ボケとかなし、確かにな、いきます、よーい、スタート、1滴あーやばい、吐いちゃうかもしれない、いいから飲んで、えらキラキラ決定やん、こんなん、うわっ、まだ、あとちょっと、あとちょっと、はい、来た、クイズ、え、ジャッキー、はい、サッカー日本代表戦の記録で最多出場選手は遠藤保仁さんですが、はい、その回数は何出場出たでしょう、うーわー、126試合、残念、はい、次、2010年南アフリカのワールドカップで、本田圭佑選手が迎えてフリーキックを直接決めたのは何戦でしょうか、デンマーク戦、正解、よっしゃ、やばい、やばい、はい、終了、記録は3か、まず3分、おお、この後3、35ね、さあ、頼む50、3秒だ、ごめん、見せて見せて見せて、おっそう、エボ3分53、みんないいからやめてくださいな、ジャイアンやん、ジャイアン、オレンジだしな、じゃあ3、2、1、バンでいこう、オーケー、あ、行きましょう、せーの、怖い、3、2、いやいや、正直2秒でやるやつもなんかふわっとしてたし、威力も本気じゃなかったから、今ね、演出がね、全部が中途半端だ、なるほど、なるほど、あかんってことね、じゃあこれあかんかった原因はバブちゃんしょ、ちょ待って、せーの、3、2、1、あーいやー、これぐらい、お尻が割れた、これぐらいよ、ちょうどいいの、バラエティでちょうどいいの、これぐらいだ、じゃあこの企画が面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バブちゃんとうるさい。ではちょいっとバイバイいきますよ。せーの、ちょいっとバイバーイ。バブちゃんバイバイは。いや、痛い、本当に痛いよ。はい。うっせえな松井。